じゃーん。カブトパート2でございます。はい。今回はね、前はとてもシンプルだったんだけど、前立てっていう部分と、それから、これが、なんだっけ、しころ。しころっていうのをつけてみました。結構かっこいいでしょ？はい。じゃあ早速行ってみたいと思います。こっち、こういうの置いとくね。見えるかな。はい、行きましょう。そうね、まずですね、兜から作ってみたいと思います。ほとんど全部でね、6ブルーン膨らませて、まずワンピンチツイスト、ワンピンチツイスト。こうやります。これを空気をプッシュして先まで膨らましたら、一つバボー、please make up one bubble and ここにくっつけたいときは、これをこの玉を一回転させる、この間を絞りながら回す。そうするとこういう形ができます。ラグビーボールみたいなのができるでしょ。で、こうなんで、これを使います。これがベースになります。次は、次はね、ここで、これを正面にし、こっちにしようか。こっちを正面にして、フロントビュー、and, だいたい真ん中よりもちょっと前ぐらいに、これを一回、まあ、make a one bubble and さっきと同じように一回ここで回転させていく、この間を回します。絞りながら、よいしょ、ゆっくりね。黒摩擦が大きいから、はい、いきました。そしたらこれを回して、これを一回このトップまでいきます。真ん中、これは真ん中まで行きます。プッシュして真ん中まで行って、これを一回ここで一緒にくっつけたいの。で、これを中に通して一回、中に通して、で、これも一回回します。回しながら、回転させながら、向こうに行く。と、こうなります。こっち側に行きます。同じ長さになるようにちょっと前の方に行く、測って、この同じ長さこのぐらい決めて確認して、ちょっとでは違ってもいいよ。で、上から見たらこんな感じね。これを一回通します。もう一回通してプッシュしながら、プッシュしながらこれを持ってくる。で、これなんだけど、これは、回して、要はしころの部分になるね。首の裏にあるでしょ、兜と首の裏に、それになります。引っ張って回して、これでこっち、これはもうピンチツイストにします。まあ、ステップしてもしなくてもいいよ。迎えに行って、引っ張って。そうすると、これが正面で、こうなります。で、これはね、平等なところを、だいたいこう決めたら、ここで決めてあげる。一回。回します。1、2、3。同じ長さになるように、こっち側も回す。どのぐらいかな？見ながら。1、2、3。これでしころの部分ができました。はい、次、だから正面から見たらこうね。次はここからしころの、ここからこういってこういく、こういってこういく、
ちょっと作り方変えてるからね。玉を作って回します。で、ピンチにするから引っ張って回す。で、一回これが、後ろの、あ、これ、ああ、びっくりした、びっくりした。これ、こうやね。ん？これが、あ、インコ。いいね、いいね。これ、後ろね。後ろに、だから正面がこれで、わからないのかな。横から見たらこうで、ちょっと前のあたりにつけたでしょ。これを、こう置きます。こう置いて、これ一回回して。んで、摩擦が強いんだよね、黒はね。後ろから見たら、これが同じ長さになるように、1、1、8個ぐらいか。これを決めます。決めて、一回回して、最後はピンチツイストを作ります。で、いらない風船は切ります。でもいらない。結んで、はい。これで、兜のベースになるところができました。これが前、フロントサイド、フロントサイドビュー、バックサイドビュー、で、サイドね、フロントビュー、これができました。これでつけるだけだから、で、この、吹き返しっていうのがここにあるんですよ。これはね、色を変えました。赤にしました。正面から見たらここだから、ここにつくから、これに赤いのを、くっつけて、ピンチツイストを作って、まあ、これ、作ってからはめてもいいけどね。ピンチツイストを作って、まあ、長さは15センチぐらいかな。15センチの10センチぐらいかな。それの四角を作ります。このぐらい？もうちょっとか。ただ、ここ長くしてもいいしね。こう、カーブできるように。もう自由なので、イメージで作ってるから、自由にやりましょう。はい。で、これはもう、ここにつけるだけなので、こういう時はもう、カットしてもいいからね、これ。うん。カットして、だからこれを作ってから、つけてみようね、次はね。このように巻きつけます。はい。こんな感じですね。同じものを作ります。ちょっと一回、作ってからやってみるね。どっちでもいいですよ。合わせて。これもっとこう長くしてこう湾曲させてもいいけね。たら結構雰囲気出るよね。はい。バルーンは全部ジェマールのバルーンを使っています。今まではね。あとはゴールドとかはクワルテックスを使っているので、あと説明します。ほうほう、なるほど。まあ、いいや、これで行こう。はい、こうできました。次、ゴールドね、やっていきます。ゴールドは、これ、クワガタっていうらしいんですけど、角みたいなのを作ります。ワンピンチツイスト。膨らます長さはほとんど膨らませる。5センチぐらい残します。で、だいたいどのぐらいだろうね。このぐらい？このぐらいだね。で、ちょっと今度は、まあ、これ自由なんで、短くしてみましょう。で、短くします。こういう感じかな。まあ、これ自由だからね。好きに形に作ってね。こっちから行ってみようか。
あ、短いか。あ、行ってみよう。短くして、あ、短いね、これは。うん、ってことはこれはちょっと大きすぎるってことだから、ちょっと戻します、ごめんなさい。これはちょっと短くしよう。このぐらいでいいか。やり直します。ちょっと短くしましょう。はい、これで、これで、このぐらい、こう、もうちょっとか、このぐらいで、あ、これでもあれか、バランス難しいな。このぐらいですね。もうちょっと、そうですね、ここで、だいぶ終わりましたね。まあ、ちょっと頃合い難しいんですけども、やってみましょう。いろいろと。もうこれだけでもいいね。ボンボンで。何でもありです。はい。これを、ここに、つけます。こういったのは余ったものを使ってもいいし、このピンチツイストにつけていきます。こう引っ張って、よいしょ。よいしょ。つけましょう。で、これを、こういう感じでしょうかね。はい、次、最後。最後は、ここになんかいろんなものがついてるんですよ。前立てっていうらしいんですけど、その下にね、またね、なんかあるんだよね。前立てか。いろいろ、その、何、獅子とかね、そういう造形物があったりするんだけど、今回は、こういう丸いものがあったんで、それとペルペルキャンディー作るのと一緒だなと思って、ペルペルキャンディーみたいにしてみたいと思います。はい。じゃあ、ペロペロキャンディーの作り方、ペロペロキャンディーね、ロリポップ作りましょう。2ピンチツイスト。で、ワンバボー。作り方は下にリンク貼っときますね。よいしょ。こういうのを作って、で、これを柔らかくしつつ、あ、しぼんだ。ピンチしぼみました。もう一回やります。ゴールド系は摩擦に弱いよな。もう一回いきますね。ワンピンチツイスト、ツーピンチツイスト、バボー、スリーインチバボー、ワンモア、引っ張って、回す。プッシュして、一回これを回す。回すと気をつけてね。こう回して、引っ張ってます。うん。はい。もう一回回します。プッシュして、行きます。で、これでもう大体このぐらいかなと思ったら、あんまり長くするとブカブカになっちゃうんで、決めて、これを一回外して、ここで一回決めます。決め方は、これを回しながら、ピンチの周りを回して。マジある？もう一個。コッパー。あるね。もう一回やってみましょう。すいません。コッパーコッパーってどの色ね。弱いなぁ。はい、ちょっと急ぎますね。そこも、さっきのところまで。もう何分経ってる？ 15 分経ってるじゃん。やらなくした方がいいんじゃない？こっち行ったんだけどなぁ。よいしょ。普通にやってみよう。ちょっと。
はい、巻きつつも一回離して決めて離して回す。お、怖っ。こういうの中にこれを入れます。お願いします。3回目なので。よし、あ、できた。割れるんよね。でこれ長さなんだけど、こうやって合わせてで、いい場所があると思う、高さが。ではこの長さを決めるんですけど、このぐらいかな。このぐらいにします。でこれまたここにつけなきゃいけないよね、こうやって。だこれちょっともうこれ決めちゃいましょう。こういうのに言われたら、はい、決めて縛ってこれを作っておいて、ここにつけていきます。これで完成でございます。できた。やった。ごめんね、何回も寝たよ。で、これはね、こうなってるんですけど、これがあるでしょ。これね、これはね、こう、こうなんか尺らせると、なんかそれっぽくなるからね。尺らしてください。お好みに応じて。だからこの前はとても簡単な兜をね、作ったんですけど、子供の日が近いから、こういう風なもので作って写真撮ってもいいかもね。はい、できた。兜でございます。前立てと何だったっけ、紙に書いたんよ。しころ、しころ付き、しころです。はい、それでは、グッディーバルーンのカネさんでした。カブトもぜひ作ってあげてください。 See you next time. Bye bye.